お願いします。あ、音が来ない。大丈夫です。待て、まあ、大丈夫じゃねえ。あ、音来てるな。はいはいはい、ごめんごめん。はい、いいですか、はい、大丈夫ですか。はい、行きましょう。はい、ということで、金曜キネマ探偵団公演でございます。まあのね、まだ半分いったかなぐらいちょっとなんか選びきれないぐらいいっぱいあるんですいません、ちょっとコメントご紹介します。スパイダーマンを先ほど紹介しましたが、黒戸川さん、この当時のスパイダーマンのファンに20世紀のスパイダーマンはヒスパニック系だぜって伝えたらどんな顔するかなってで、ニューイヤマさん、このスパイダーマン昔日曜洋画劇場でやっていました、壁を、登るときにバイオニックゼミと同じ効果を出したすげえ。どういうやり方？バイオニックゼミってあるの？ってあ、わかるよ。キッポン、うん、キッポンじゃない、あれだ。イリー K さん、同時上映が妖怪人間でおなじみの77年版スパイダーマンですねってことで、もう完全にカルト級的なね、昔の話ですけれどもカルト級も古いも古い、超古い。カルト級って言葉も今古いけどね、うん、もうあれも15年ぐらい前の番組か、うん、20年前か。ですけど、もうとにかくね、僕たちより見てる方たちの方が知識が豊富なので。じゃあタップストリームが今1回解除になった。1回解除になった。ちょっと待って、だからもう1回。はい、いいですよ。でもう一つ、ニューイヤマさん、あ、すいません、もともとテレビドラマだったかもしれませんということで、スパイ、うん、日曜洋画劇場でやってたスパイダーマンということで、ドラマ版もありましたからね、スパイダーマンの方は。で、今スパイダーマンっていろんな派生があって、今あのアメコミの方で全部含めてのやってますよね。あのいろんな、だから日本版のスパイダーマン、スパイダーマンロボットまで出たじゃないですか。 あれも全部アメリカの公式のサイコミックの方で全て回収して、スパイダーマンにはいろんな種類がいる、ロボットもいるよってことで全部回収してます。これ著作権ちゃんとクリアしてるのか。もちろんもちろん、それでやってるから面白いよね。あの戻してるから、日本で言ったらつぶらやプロがあのタイのね、ハヌマーも含めてウルトラマンだって言ってるようなもんですよなるほど。あれぐらいの懐の深さは素敵だなと。確かに、アメリカの思いました。意外にね、はい、ということでございます。何の話だ、はい、続いてこちらです。ちょっと 3連打でいきます。こちらです。ちょっとこれ、米、これこれなんか見たことありますよね。サージェントペッパービートルズと言いたいんですけれども、あ、もうちゃんと成子さん分かってる、はい、これ見てください。どうぞ。サージャントペッパー。あー、ほんとだ。あー、ほんとだ。ほんとだ。サージャ。でもね、ここに音楽作曲ジョン・レノン・ポール・マカートニーには書いてるねけどさ一応けどさ、この4人これでもよく見たらこの手前の3人はビージーズだ。なんだよね、こうビージーズ書いてるね。なんだこれ。金髪のロン毛はあのほらピーター・フランプトンっていう、ミュージシャンだけど、あの一曲すげえ有名な曲あるけど、ピーター・フランプトン。あ、不戦士清野さんつけたまんま。サージャント・ペッパー、ロンリーもハーツもクラブバンドも出てこない、まあ、でも現代にあるんじゃないの、ロゴにはあるから。あ、書いてますね。あ、日本、あのほら、これ映画で売り出すときにサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドって言わせるのが、ね、で、今は、あ、っていうかアルバムは本当は、サージェント・ペッサージェントだよね、うんうんうん、けどサージャントになってるんだよね、これね。で、これ見てください、はい、熱いサウンド、ビージーズプラスフランプトンプラスビートルズの魅力がスクリーンで爆発。ビートルズが3番目なんだで、あのちょっと下下がります。そのまま下がって、ピーター・フランプトン、ビージーズ、サージェント・ペッパーって書いてビートルズ出てないんですよだからビートルズがね、架空のバンド、うん、しかもサージェント・エアロスミスって書いてあるんですよね。そうで、ここにねアースインナーが入ってるよ。出演者だと思うけど、サンディ・ファリーナ、知らない、出演者の、エアロスミス、アリス・クーパー、アリス・クーパーなんで、アースインドファイヤー、めっちゃ豪華やん。ここに映ってんのかな。ジョージ・バーンそう、どういう映画なのかさっぱりわからない、これ。あの、いや、とにかくね、あの、なんか偽物にしては豪華すぎるっていうよくわからない。本物の人たちによる偽物、ま、微妙に本物が噛んでる偽物一番なんでしょうね。見てみたい。不思議だな、はい、ということで、これがこれ、ストーリーあるのかな、わからない。まあそもそもビートルズが1967年ぐらいかな、うん、6年かなに出したサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドっていう、あれは架空のバンドが出したアルバムですよっていう設定、テイのアルバムを出してね、あれは 名盤なんだけど、さ、まあそれに乗っかったやつなんだけど、乗っかるとわけわからない、どんな内容なのかさっぱりわからない。はい、ということで、ビートルズ出てないんだよね、多分多分
多分音楽提供レベルが作曲でだから多分挿入歌が入ってるってことなんだろうね。ただそれだけなんでしょうね。どんな映画なのかすっげえ気になる。あのご存知の方はぜひね、あの教えてください。見たことある人はね。サージャントペッパーでございました。はい、でサージャントだけどね、この流れでいきますよ。サージャントペッパー、はい、あーサージャントペッパーロンリーハーツクラブバンドといえば、言えば、あの有名なあのジャケットがあるじゃないですか。はい、あります。ビートルズの4人とね、あとは、はい、あの古今東西の有名人の古い、うんうん、あの写真がこう並んで、はいはいはい、花の中にあるっていうのがありますけれど、その流れ、福助もいました。そうそう、その流れもあります。これあるでしょ、そこのある種影響を受けた雑エンターテイメント、これは有名です。この作品自体は有名で、有名だよね。見たことないけど、うん、ジャケットのデザインがサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドのジャケットのデザイン、パクリというか、なんかまあ似てるのあの当時の雰囲気でしょうね。これこの感じ、いわゆる昔の戦前からのハリウッドの大スターたちの、これなんだろう、編集したやつかな、過去の。これもだから切り張りのね、もうちょっとリュウジ寄れるかな、ピンと合うのかな、ちょっとね写真も画面汚くてごめんなさい。あ、オズのあのライオンが見えた。あ、オズはライオン見えた。プレスリーとかも多分混じってるんだろうな。あ、これブリギオとか、あーこっちですね、これです、はいはい、ブリギオとかいますね。過去の、あ、フレッドアステアがいる。こっちにカカシ男もいます。フレッドアステアもいて、うん、あ、フレッドアステア左上、あ、これそうですね、フレッドアステアもいて、昔のミュージカル集めたやつかな。あなたの青春に世界のトップスター125人が心を込めてくる最高のエンターテインメントということで、過去のミュージカル映画を集めたやつかな、音楽シーンとかね、まあ、多分そういうことでしょう。で、音楽監督はヘンリー・マンシーニ。なんでみたいなもんだけど、はい、ということでこれがザッツエンターテインメント。これ名前よく、ザッツエンターテインメントの名前は名前よく聞くよね。聞いたことある。俺もこの作品は見てないな。なんか形容詞的な感じで結構なんか残る作品ってあるじゃないですか、うん、その一つだと思うんですけど、で、このザッツエンターテインメントのこの次、はい、サージェントペッパー、これはまだサージェントペッパーゾンリアスクラバンドのデザインにから影響を受けていると思われるポスターのデザインから、まあね、ザ・センターテイメント来ました。はい、続いて今度、はい、続いて一回戻しましょうね。はい、ということでコメントなく続いて、ちょっとね、サージャントの件ですかと黒トカゲさん、昔の人の英語をカタカナに書き写し表記の方が妙にネイティブっぽい雰囲気があることありませんか。2001年のスタンレー・カブリックとかカブリック、なんかそんな感じで話ですね、うん、あとあの黒トカゲさん、ハヌマン傑作っすよねと仏様を大事にしないと死ぬべきだって、基本的に仏罰が行動原理のヒーロー痺れるっすよねとですね、お寺はみんなね見せとけみたいな話ありますけど、はい、続いてザッツエンターテインメントの次は、歪んでるよ。あ、モニター見てやって、はい、こちらです。今行きましょう。で、まずサージェントペパーズずつつながりで2枚目行ったけど、3枚目今度は雑つながり、雑つながりちょっとこれアップで、はい、はい、お願いします。はい、雑ポルノこれ多分ザッツエンター、今度はザッツエンターテインメントから影響を受けたタイトルだと思うけど、そうですね、あのコピーがなんと34大ポルノスター総出演、空前絶後の超ポルノでもこれがねデザイン的に面白いなと。面白いよね、口ばっかりで、ポルノスターの顔じゃなくて唇だけ、一枚かなり危ないのが明らかにあるけどね。これ大丈夫です、バナナです。バナナ食ってるだけか。あ、よかった、バナナでしたみたいな感じですね、まあ、こんな感じで、これね、34台、問題はね、これね、このポスター34台いないんですよ。いないです、20、あ、まあ、ちょっと20ですね、あの、掛け算しましょうはい、ということです。雑っぽい。でもこれ名前見ても多分誰よって言いたくない。誰か知ってる人いるかなと思うけど俺わからないよな、このアートが。名前があるのか、書いてますね、うん、あの例えばオープンポルノのアビゲール・クレイトン、あ、知ってるってならないんですね。 USA ハードパワーのセレナ、メイクラブのアネット・ヘブン、分かんない、オマージュのマリー・メンダー、オマージュ、変態のティナ・ラッセル、かわいそう、ティナ・ラッセルちょっとかわいそうだね変態のティナ・ラッセルって、ティナ・ラッセルが変態みたいな、あ、全部
肩書きがついてんの？一応書いてます。ちょっとアップでどれか一部。いや全部はじゃないですよ。時々ない人もいますけど。ない人もいるの？例えばディープスローターのデジレクスト、フランス人かな。であとねこれもう完全に読めないんですよこれ。スワッピング人妻のバネッサ・ザ・デルリオ。でこちら、マラナスキーのチェリー無声のスザンヌ・マクベイ。なんかわからねえよ。へえ、ね、なんかレンジャーみたいな感じの、ね、セックス奴隷のジーン・ジェニングス、うん、なんか今から格闘技系の番組が始まるんですよ。技も数々見せ、クライマックスのゼニファー・ウェールズ。クライマックス。そして右側、あの名作ディープスロットのジョージ・スペルフィン。 あでもディープスロートは有名な作品ですよ。けどジョージ・スペルヒンって言われてもそれは知らない。スタルヒンしか知らないですから。もうスタルヒンも古い。古いか。戦前の戦前だもんね。戦前の野球選手だもん。ロシア系だもんね。うん、ロシアだっけ。うん、ロシア人ですね。まあそんな感じのスタルヒン、ザッツポルノでございます。すいません。はい、あそろそろですか。大丈夫ですか。じゃないんですけど、はい、いやもうこれも僕たまたまなんですけど持ってるんだ。いや持ってるじゃなくて僕ねちょっと戻していただいて、一時期なんかちょっと座っていただいて、ポルノトランプに凝ってた時期があってですね。それもフェイスブック芸人ですからね。うん、無料であんなの見せてもらうのはもうね、ありがたい限り。いやまあそれでこれはもうでもリュウちゃんフェイスブックで跳ねられましたよね。そうああなんかちょっと雑貨番組に怒られて、不適切って言われて、うん、なんかいろいろ戦ってみましたけどね。僕なりに表現の自由と表現の自由をどうにかしようと。でそこの時に、はい、いや実はこういうのもありましてみたいな感じで、ちょっと裏でちょっと動いてたのがあって、こういうグラフィックはどうだろうっていうので作ったのがこういうやつだったんですけどね。これ映っていい。おっとこれ映せないですよ。そういうことなんですね。これは、ま、これどう見てもあれじゃないですか。そうですよ、うんうん、いやだからいやこういうデザインはこういう風にこうミニマークでね。発想は一緒。発想一緒なんですよ。発想一緒だけど映せないよ、うん、これ。そう。ここで今ここで見る分にはね。そうそういうことなんですね。いやこれここで。いやこれ分からんよ。いや、もうダメ。でもなんかデザインが似てる。もうダメ。もうダメ。あとは分かってくれっていうね、だからこれはちょっとまずい。だからこういうだいたい D の編集会でもこういう雰囲気なんですよ。これ見せたんですか。まあそれそういう雰囲気になりますよ。いや、リュウジカメラ切れてない。大丈夫。ちゃんとほら流れに沿って唐突には見せない。でもデザイン発想は近いけど、まあ、でもこっちはやっぱりポスターがセンスあるから、うん、今井上さんはあまりにもまあどっちかっていうとこっちはプレイボーイだと思うんですよ。あそうですね、まだプレイボーイですけど、あ、そうですね、そちらが見せたのは、多分ハスラーです。ハスラーですね。完全にハスラーです。ハスラーとかビーバーです。あと日本ではアウトなもの、うん、アウトですね。完全にミニボン、輸入して捕まる方向の話です。そう、うんうん、まあそれぐらいやってもいいかなっていうのはちょっといやあれだったんですよ。僕があれだったのはちょっとあの時にちょっと盛り上がったのが、はいはい、完全にアウトなポルノトランプっていうのがあるんですよ、そのものズバリのやつがあって、はいはい、うん、でそういうのもあっていいよねって話をしてた時に、あ、じゃあちょっと作ってみようかっていう感じで作ったんだ。いやイメージ何作ってもアウトになる。伊能さんが作ったんだろうね、さっきの。あ、そうだ、僕あれはだから自分で一生懸命ああいう画像を集めてきて、同じ構図のものを一生懸命集めてきて、それをミニマムアートとして並べて。ダメな人だ伊能さん。なかなか面と向かってダメって言われる。まあ根本的なデザインは近い、うんうん、だから犯罪でいうといわゆる愉快犯、ね、殺人犯のタイプで、ちょっと美しく例えると、ね、伊能さんがやったデザインは黒澤明、こっちは小津安二郎。ああ分かるよ、分かるけど、小津は見せたいものを見せるのはゲスだって言ってた人だから、こっちはバッチリ。ああバッチリですよ。なるほど。ある意味で言うと伊能さんの乱ですよね。なんで伊能の乱。伊能の乱。この矢が折れるかみたいな。待って、何言う今。折っちゃったみたいな。折るんだ。俺折っちゃダメよ。折れる。折れると。なんか
い。何なんですこれ。実際おられましたか。おられましたから、ね。フェイスブックで。おてかおれってやる。おれと。あおります。おれ許してって。伊能さんのおられたら困るな。はい、いいですか。意外と雑ポルノの話ありますけれど、イリー K さん、雑ポルノは国営の安谷さんコレクションという点から察するに若松国営でかかってたんですかねっていうことで、そうかもしれません。いけなし、地元話が出てきました。昔あの、前島用品用前島というか、あの、純駆動の方から川沿いに住む海側に行くとあるのが、うん、いわゆる繁華街じゃないですか、うん、いわゆる飲み屋街、うん、あそこ前島、ね、うん、若さと、うん、松川の間だから若松、だから若松国営という映画館川沿いにあったんですよ。あそこは後半ポルノ映画館ですよ。洋品ばっかりやってた。多分そこでやってたんじゃないかっていう入り計算の推測でございます。多分その通りだと思います。黒田さん、雑ポルノ安谷コレクションの闇を見た気分でちょっと嬉しい。このポスター集めるなら何でも宴会っていう感じが素晴らしいということで、はい、ということでございます、うん、はい、ということで意外とね、雑ポルノが意外と盛り上がったということで盛り上がるんだ、びっくりですよ。僕が密かに雑ポルノやってた。雑ポルノポルノトランプの方ですよ。ね、面白かった。じゃあ次のやついきましょう、はい。今回だからトランプが大統領になったじゃないですか。ネタとして何もかも面白すぎだよね。そうですね。全てがこううまい面白い方向に転がってるけれど、自分の人生もかかってるコントだからちょっと嫌なんですよね、すごく。いやー、ほんとね、しみじみ思うんだけど、トランプってあのノリをずっと4年間続けられるんだから、そうそうそう、だんだん冷静にならないかなとかね。みんなだからテレビとかで、うん、あのワイドショーで面白がってるけれど、うん、お前自分の人生コントにできるかっていう、俺この着替えをみんなに聞きたい。だってね、なんかこの前町山さんのラジオ聞いてたら、はいはいはい、なんかあの要するに政権担当の人たちが聞きました、はいはいはい、要するにもう本当にすごいんですよ、その政権担当する人たちの人事っていうのは。わかりますよ。で環境あれ環境をなんか良くする環境省みたいなやつをにしていたのが、その環境破壊して何が悪いってずっと言ってるやってるっていう、もう全ての存在をなくしてしまう、もう本当に小さな政府っていうのを体現する人たちでしょ。本当に費やしたことの政府みたいな話になってきてる。今回だから全て間に合ってないし、全てなんでみたいな人のばっかりなってるしってことで、だからすっごいさ、歴史をかけたコントが今始まってる、なんかね、コントかってか SF かって思うような。そう、しかもつい安坂のコントです。そうでけど俺たち強制参加なんですよ、このコント。そうなんだよね。それは勘弁ですよね。どうなっちゃうんだろう。人が勝手にやってるのは構わないけど、参加するの俺たちみたいな。巻き込まれますよ、巻き込まれ方が、ね、はい、はい、っていうことです。次のもう貼ってあるよ。はい、もう貼りました。はい、続いてこちら、君は重工、俺は引き金。引き金って。カルト映画の一つでございます。これ、タイトル明らかにもう放題は全く書いてるよね。うん、ポニーには弱いが悪には無敵、最高選手の黒白コンビが放つ強烈パンチのプレイボーイアクションということ。これはまあこれもある意味危ない、うん、サミー・デイビス・ジュニア、あの当時の黒人スターですよね、うん、それでピーター・ローフォードもいますけれど、あ、ごめんなさい、いきましょう、これです。これは前行きましょう。いつ頃ですかこれ。これ60年代だと思う。その頃にこの黒人白人のコンビの映画って珍しくない。いや、これ自体のネタなんですよ。あ、ネタなの。70年代入ってないかな。でもタイトルがソルト&ペッパーじゃない。へえ、こっちにあの現代が書いてます。ある意味危ないタイトルね。だから白と黒だから塩と胡椒、これあれだ、ね、だからあのトランプとオバマってことですね。あ、まあ、けど危ないって言ってもあの当時のネタなんですよ。黒人の地位がどんどん上に上がってってっていうことで、そういうネタになっていくっていうのがあって、サミー・デイビス・ジュニアと、サミー・デイビス・ジュニア自体も有名ですから、そのネタに行けるんで。ピーター・ローフォード、ピーター・ローフォードだと思う。むしろこっちトランプの方は知らないな。ちなみにこっちはなんかこうね、いや、いくらなんでもなんか全て見せすぎだろうっていう、カジノが今始まる。なるほど。ちなみにこの、 君は重工、俺は引き金っていうのが、うん、カルト映画になってます。あ、そうなの。なかなか見られる作品。でね、これね、監督ちょっと見てください。これリチャード・ドナー。あ、リチャード・リーサル・ウェブシリーズ。あ、はい。リーサル・ウェブシリーズのリチャード・ドナーです。こんな昔から一緒なんだ。そうなんです。リーサル・ウェブシリーズでかなり結構年取ったんですから、ね。いわゆる軽い感じの刑事物がすごい得意なんですよね。
ね、コンビモノとして面白いお店の感じだね。いわゆるバディモノ、バディモノって昔からそうなんだけど、うん、あの落差があればあるほど面白いって、うん、だから黒人と白人、あの当時黒人と白人が仲間になんかできるのか、うん、例えば男と女、うん、恋愛関係抜きでできるのかとか、あのいわゆるだから落第生と優等生がバディを組まないといけない、だからそれが面白さなんですよ、うん、だリーサルエポンそうじゃないですか、うん、あの黒人のだからあのデコボコでしょ、そうデコボココンビのデコとボコが激しければ激しいよ、ね、うん、でリーサルエポンは90年代でちょうど黒人の地位も向上して、あの映画の中ではあの黒人はもうベテランで家族もいて、うん、もうアメリカ、いわゆるアメリカンドリーム、なんていうか、いわゆる一般市民としての夢をすべて成し遂げたところに、白人の PTSD にかかったら頭おかしいやつが入ってくるって面白い話です。逆転してるんですよ、話は。萩尾元の、あの、萩尾元みたいな話になってるね。リーサル・エポン演じてたの、主役。主役はあのメルギブソン、そうメルギブソンです。差別すぎちゃった、差別してるよね本当はね。後から分かった話だ。そうなんだよね。後から分かった。なかなかしみじみ思うと。そうそうそう、だからあのだからあのディーサルペンが受けたってのすごい面白いです。あれ逆転現象の話だから。へえ。だからハギオン元の話みたいなもんだね。あの金髪の女男の子の方が奔放で、黒人のあ髪の肌の黒い方が真面目みたいな。ロッキーもそうですよね。そうだよね、ロッキーもいわゆる黒人がチャンピオンで、俺が強い俺が強いっていうところにもうすっかり弱くなってしまった白人、しかもイタリア人の男が戦いに行くっていう逆転した話なんだよね。もうタクシードライバーもその頃もなんかブラックイズビューティフルで、そう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 、公式の黒人のお茶に異様に足られてるみたいな感じの、そうそうそう、妙な時期だったんですね。だからいわゆるだから13、そうそう、ま、12、13歳のあの綺麗な白人の女の子が門を沸かされてるのを俺がどうにか助けてやらないといけないという、自分がマイノリティだと思い込んでる白人の話なんだよ。でこの作品ポスター、はいはい、ソル現代はソルト&ペッパーさ、うん、これ多分日本人に通じないと思ったんだろう、まあね、直訳で、まあ、そうけどこのタイトルもまた素敵なんだよね。だから今そこに持っていこうと思ったんだけど、ね、素敵だよねこれね。この放題考えた人すごいなと思って、ソルト&ペッパーって発想から、うんうん、ソルト&ペッパーって多分まあアメリカ人にとっては、まあ、ソルトは日本人も分かるかもしれないけど、塩だから白でしょ、うん、でも胡椒自体が黒っていう発想がやっぱり日本人にはないね。ちなみにこれ主題歌ソルト&ペッパーの歌は、ね、サミー・デイビス・ジュニア、ちょっとこれ気になるね、ちょっと気になるね、多分あの YouTube にあるはずですはい、ということで、はいはい、いいでしょうか。はい、ということで君が重厚、俺が引き金でございます、ね、トランプとオバマが出てる映画ね戻しましょうそのバディモノ見てみたいよねはい、コメントの方いいでしょうか。黒田さんっていうか、ザッツエンターテインメントのザッツとつけたことは総編集的、あ、総集編的な豪華さ出るよねっていう傾向はよろしくないと思いつつ、今やったら二回りして新しいと思いますということで、否定だか肯定だかみたいなで、イリー K さん、ポロのつながりでリクエストしたいんですが、プレイボーイコレクションありませんか、あれはオリオン系かということで、間に合わない、ちょっとまた後で調べましょう。イリー K さんからあの宿題です、私たちに、プレイボーイコレクション、プレイボーイコレクション、はい、黒田さん、ね、言ってました、君は重厚、左の人がもうトランプっぽいってことで、あ、確かに髪型も、黒田さん、君は重厚、俺は火がないのは分かった、じゃあ弾丸は誰なんだ一番面倒な役割を第三者に任せるのかっていうね、さっき逆に曲げてるので、あともう一つ、黒田さん、君は重厚、俺は引き金ってなんとなくだけど、那須さんの曲のタイトルっぽいってことね、那須茂樹さん、あ、もうほぼ当たってきた、まあ、ほぼ当たってきた、君は重厚、俺は引き金、今役割がよくわかんないんだよ曲がってんでしょ、U ターンする、はい、これはこちらです、愛の奇跡、またこれ林さんで 3回目も3回目のキャサベテスじゃないのこれ、はい、ジョンキャサベテス、俺キャサベテスの方が言いやすくなっちゃってるのか困るトイレ行く、ちょっと林さん、この愛の奇跡、キャサベテスの話をちょっと、あ、ジョンキャサベテス、はい、でさっきも話したけどニューヨーク派の監督で、で、俺もキャサベテスは興味持ってるんだけど、この作品のタイトルはちょっと知らなくて、てか忘れてたかもしれないけど、あ、このポスターがあったかって、木村さん、あのクリスト映せるかな、どこか、こっち、カサベテスって書いてある、ね、カサベテス、カサベテス、あ、あった、下、ここ、あ、下の方にあるな、ジョン・カサベテスの割と初期の方の作品だっていうのが分かったかな、
でジュディ・ガーランド、ジュディ・ガーランドっていうのはあのオズっていう作品、うん、オズの魔法使いの初期の頃の作品の右下にありますね、うん、あの木村さん右下にバーッと下がってて女の人、うん、この人、あ、そうそう、右下、ジュディ・ガーダン、もう子役出身なんだけどね、うん、木村さん、ピンが顔邪魔してる、ピンが来てない、じゃあ、あのあなたの押さえてたピンが顔の影になった、で、愛の奇跡で、この作品あのコピーのところを見せてほしい、コピー、あ、これだ、あれ、ここでは分からないのか、この作品ね、はい、結局俺の想像よ、俺見てないから、はい、コピーじゃないな、これで僕の内容を調べたんだけど、ざっくりと、うん、結局精神的に病んでいる女の人と、うん、とどうにか向き合う男の人の話かな、なんか写真がそ、もうその木村さんメインのこの写真のものしますよねこれはね、カサベテスの壊れてゆく女って俺見たことあるんだけど、壊れゆく女、あ、壊れゆく女か、あれそれあれこれ今日のお菓子、あれ勝手に、あ、ちょっとこれ今日のお菓子では、まあいいや、もうあーごめんなさい、あのカサベテスが壊れゆく女は奥さんがだんだん精神的におかしくなっていって、その奥さん役をカサベテスの、実際の奥さんであるジーナ・ローランズが演じてて、旦那さんをピーター・フォーク、あのこのケージ・ゴロンボですね、おもうあれ見てて辛かったんだけど、多分それ系の映画かな、これ知恵子賞みたいな映画かもしれない知恵子、知恵子みたいな、知恵子賞って言えばいいのかな悲しい、怖い行く女もそうだわけ、なんかさ、もうリアルすぎてもう理不尽だわけ、あの女の人の方が、要求がね、奥さんがこれも奥さんかどうか恋人なのか分からんけど、分かる、似たような感じじゃないかな、このだんだん女の人が精神的に異常になるのをどうにか愛で受け止めるっていう作品かな、そんな感じ、この口元とかなんかこの異常になりつつある女性って、ね、まあそういう意味で俺カサベテスをちょっとこの作品のタイトルをすっかり知らなくて、うん、まあそういう作品、あったんだ、ちょっと今回の新発見があったっていうのも面白かったなと、うん、はいはい、っていう感じですね、っていうことです、はいはい、ということで戻ってきました、まだあるよちなみにお二人ともまだ大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫、よかった、ゆうさん、これさ、下からこうあれ出してこう光出したら、もしかしたらそれで一番見やすいかもしれない、あ、そっか、待ってくださいよ、そうなんか教えてる技をそうだね、うん、そうだね、そうそうそう、はいはい、あー、はいはい、わかりました、今消えちゃったあれ、バッテリー的に大丈夫、やっぱ消えるわ、あ、バッテリーの問題か、バッテリー大丈夫、これで照明を立って戻すと、あれついてます、やっぱ消える、消えちゃうんだ、あ、ほんと、じゃあこっちで、あ、かっこいい、これ、この車大好き、ジャガーいいタイプですね、ジャガーいいタイプだ、ジャガーがこれ、あ、うん、あ、いや、いいっすよ、これあの、マット系だから大丈夫、照明が、はい、はぁ、またいいデザインだな、こういうデザインないね、今これ、で、これ、リュウジが、はい、あの、これはね、これかなり昔見たからほとんど覚えてないんだけど、あのね、ハロルドとモード、少年は虹を渡るという映画で、危ない、危ないというかちょっと変わった映画ね、あのこの子は19歳の男の子の童貞です、うん、あのだから人生に意味を見出せなくて何回も自殺未遂を繰り返してっていうことでもうしょうがないなっていう、みんなから疎まれてる男の子なんだけど、ある日恋をするんです、恋をすることで人生の生きる意味に気づいて、まあ、ここまでは普通だね、なんだけど、そのね、恋をした相手が、あのおばあちゃんだったっていうとんでもない話なんだね、二十歳で巡り合った素晴らしい人生というのは、そのいわゆる年配の方に出会ってって話っていうことで、
けど俺ね今ね完全に記憶で喋ってる間違ってる可能性があるからちょっと不安だ。ユージ見てるの？見て一回見たんだけどものすごく前に見たから間違えてる。まずこのポスターがそんな想像、うん、そのおばあちゃんいないんでしょ、うん、このポスターのこれだうまい具合に見せてないでしょ。うーん、うん、だから今ではカルト映画の人カルト映画の一本だってなってるんですよね。うーん、少年は虹を渡るということで、あーでもハロルドのモードってタイトルもがメインモードがだからね。あ、まあけどさ、ハロルドと19歳で19回の武蔵野トライスとハロルドが二十歳で巡れた素晴らしい人生だけどこれこの顔二十歳だよちょっと幼なすぎるでしょ幼げすぎるよ全くねえですよクレイジー系マドリーからほんとそんな感じということでハロルドの少年虹を渡るの、その公開当時のポスターが出てきたことに俺もびっくりしたんですよ。この映画ね当たらなかったはずですこのまずポスターから、うん、分からない想像つかないよリュウジの言ってた設定がねでしょ、うん、ちょっと裏切られる感じがするみんな金返せになると思うんです、ね、まあ大丈夫いい意味でもまあ一つならいい意味で裏切られる人もいるかもしれない。あ、まあ、確かに全くポスターから想像つかないリュウジの話がそのままだったとしたらねっていうことですね、うんはい、はい、ということでございました。はい、はい、続いてはい次はね皆さんがもうみんなあこれすげーってなるやつをさあのお出しします。その間にちょっとコメントご紹介します。黒高さんがね君は重工俺は引き金ってなんとなくナッサの曲タイトルっぽいってことで俺は引き金俺は重工何でもかんでも面倒見てくれよみたいな歌詞を勝手に作ってますけれど、イリー K さん、プレイボーイコレクションはネットからほとんど出動しないマニアックな作品で食人族と2本立てで上映されていたことがありますということで、本当にマニアックな話ですね。ちょっとまたちょっと詳細教えてください。で黒高さん、スマホが光った、どうだ明るくなっただろう状態で黒高さん、自分の作品に何回もこの話出してますんで、あ、そうなの、うん、どうだ明るくなったろうって自分の作品で何回も出してます。あ、そういいな、あの挿絵をあの風刺が出せて、なんかワンダーフェスティバルのイベントであれのなんかフィギュアが売られてた、ね、あ大好きな人あ、本当全然もう歪んでる自分の作品で出してるんですよ。あ、そうなの、な、うまい分にモニターを見て、まあ、そうなんだ、ちょっとまた後でご紹介します。あ、いいですね、あの歪んで伊野さんが笑なんかね大受けする話いっぱい持ってます ね、 いいですね。黒時計さんね、さっきのハロルドのモードの話ね、一言吹けせんか、その通りです、ね、ああそうだそれだ、うん、そうだほら、うん、見てごらんあんた歪んでしょ、見てごらんあんた歪んでしょ、分からないのモニター、まあ行きましょう。いや分かる、だからこうだって、逆こっちがこうだからこうこっちもちょっと左を、あ、右を上げればいいかな。しばらくあの菊村さんがどうまっすぐ直すかをお楽しみください。見てない、さっきは直してない、こう、あ、逆、こう、正直言うと半時計、半時計、そうそうそう、この、まあ、だいたいこっから見てだいたい何とかなってると思う、まあね、まあねこれね、俺僕はもう見まくってましたよ、これ当時、あの小学校の帰り道にこの看板を、こちらです、うん、カメラはOK、 はい、皆さんが大好きなこれです、ルパン三世ルパン VS、 さあ何て見ましょうか、リュウジちょっと寄ってみる、んこれ何て書いてある、ピンが合わなかった、キクラさん、ピンがタイトルにかぶってるちょっと待って、あもういいやもういいや、はい、これ正式タイトルなんですか、正式タイトルは何もないんですよ、単なるルパン三世なんですよ、確か最初の公開時は、いや違うんだよ、違うんですか、違うんでしょ、リュウジ、あのルパン VS 複製人間、これさどっちが先なのか、これさこれのこれ、劇場公開時のポスターなんですけど、うん、まあ、太字が正式タイトルだとすると、うん、ルパン VS クローン、うん、なんですが、うん、その後今では普通に通じるのはルパン VS 複製人間だけ、ああまあそうね、日本映画データベースでしたっけ、いろんな、まあ、ウィキペディアもそうかな、ウィキペディアだったけど基本ルパン VS 複製人間だった、ああそうかそうかなってるんですけど、一体どっちが正しいかがちょっとわからないんですよ、ルパン VS クローナーで、ちょっとツッコミ入れたくなるポスターあ本当、俺子供の頃、なんだルパン三世、
そう、カリオストロが出るまでずっとこれだ、これがルパン三世だと思ってて、でカリオストロが出た後になんかなんか拒絶するためにこれを無理やりつけたんだと俺なんか勝手に思い込んでたんだけど、うん、そうだ最初からあったんだね。これさ分かりにくいんだよね。カリオストロの後ろはやっぱ宮崎駿なんですよね。まあ絵柄がね。そうでルパン三世、ルパン VS 複製人間、こちらの方は実際ポスター自体もモーキーパッチが書いてるから、モーキーパッチがこっちの方に力入れてるのがよく分かるんですよ。これモーキーパッチなの？本人ね、本人書いてる。これこのポスターは、ポスターはね、あ、うまくなったんだな。うまくなったんだ。いや、原作もっとぐちゃぐちゃだからね。うん、なんですよね。けどね、こっちが好きっていう人も多いんですよね。いや、彼氏それでこっちがいいんだっていう人ね。なかなか狂った映画ですよ、これ。うん、うん、好き好き。なんか大人向けって意味で言うとこっちの方がコンセプト的に正しいと思う。カリオストロの後ろはやっぱ宮崎駿ですよ、まあ、まあ宮崎駿ですよね、ちょっと美しく、美しい、いい話すぎる。だからよくよく考えたらちょっと一番危ないのは宮崎の方が危ないですね。どうかしてるのは駿の方ですけど一般的にまあ、爽やかなエッチなものは一般のルパン三世だけど、上っ面ですごく清潔感のあるのは宮崎駿だけど、よく考えたら一番危ないの宮崎駿の方が危ない。宮崎駿本人が一番危ないだって80年代のロリコンっていう言葉がね、アニメ雑誌ので話された時に宮崎駿の方が持ち出したみたいな話になってて、で本人は知りませんとか言ってるけど、って言ってるお前がどうかしてるみたいな話ありましたから、私には友人がいますとか、小学校低学年の上学生とか怖い話がいっぱいあるじゃないですか。まあ、それも含めてということでルパン、これタイトルは今は ルパン対複製人間が正しいんだよね、普通はこれ今リュウジもうちょっとサブタイトルの方に、普通は逆の表現するよね。そうなんです、複製人間と書いて、よく書かれてるから、クローンとルビフルのが普通なんだけど、リュウジ、ま、全然映ってない、はい、なんかちょっと珍しいポスターですね。ちょっとね、これ多分歴史的にたどると何が先だったのかがちょっと気になる。企画書も含めてちょっと見てみたい。実は当時はクローンで OK だったのかな。ちょっとまあそこら辺も含めてみたいです。はい、はいはい、以上です。はい、はい、やっとここまで来た。どっかでちょっと待ってください。新東宝に行くか。もう新東宝行きましょう。ちょっと一回。もうそろそろちょっと待ちましょう。やっぱ多く、ね、多すぎたわやっぱり。ちょっと一休みしていいですか。うん、いやつぶやきは大丈夫。つぶやきの方はね、もうみんな止まってます。結構皆さん見てらっしゃるんですけれど、もうさすがにちょっとね多すぎた。リュウジなんか画面黒くなってるよ。あ、これです。あ、まあ戻した。そうそう、はい、すいません。ちょっと一回戻しましょう。どうですか。一旦もう今オチに向かうところなんで、もうそろそろですよ、こんなに時間が経ってると思わなかったです。俺もびっくりした、ちょっとびっくりしました。あ、結構あっという間っていうか、ね、大丈夫ですか。全然全然、まあ、ほとんど飲み会だからね。金曜日ネタ本当に飲み会、飲み会って聞いてたけどもずっと喋ってますよね、すごいなって。今回内容が内容なんで、いや、ご苦労様ですよね、喋ってますけど。伊能さんの面白いの見せてもらったし、伊能さんの今回のあれが一番面白かったです。ああ、どっちが、どれが、カッパンが、カッパンの方ね、カッパン、あれは珍しい、あれでチョコレートつけた、なかなかあれ、あ、そっかそっか、一般の人見る機会ないもん、てか俺も初めて見た、あれでチョコレート作ろうっていうところまで全部楽しみができたの。沖縄ヤクザ戦争チョコレートってありえないはだから、はい、今木村さん頑張ってます、夢か誠かみたいな話が出たんでね。はい、で、はい、安さにコレクションの中で日本映画で一つ気になったコレクションがあるわけですよ。ちょっとね、あまりにすごすぎて、今回ちょっとね、これショートカットしました。他にもっと紹介するのあったんですけれど、なんで木村さん逆に持っていくの、俺の指と行き過ぎ、これぐらい、いや、もうちょい右下、右が下、これは木村さん、俺を見て、いや、なんで逆に持ってくるの。俺の指を見てる、見ればいいんだけど、こっちが下でこっちが上で、そうそうそう、だから今なんで上げていこうとしたの、こう、今、あ、OK だ、OK、 これはいわゆる新東宝と呼ばれている配給会社、
あのこのマーク伊藤さんわかります？新東宝、いや、いや今聞きたかったの、新東宝って結局何なのっていう話を今聞きたかったんですけど、あのね、1950年代の後半ぐらいになるとあれですよ、あの映画が一番なんていうかな、一番盛り上がった時期、1950年代後半、はいはいはい、そうなってくると、あの一つの映画会社が別レーベルを出し始めるんで、新東宝は違う、ん、新東宝は、東宝創業で生まれたもんだけど、そう1940年代後半なんです、そう独立、東宝が分裂するわけ、1940年代後半に東宝創業っていうのが、はい、戦後すぐ歴史のあるんですけれど、いわゆるだからまあいわゆるだから労働者の、うん、まあ、賃上げ要求であるとか、うん、生活改善を要求するっていうのが、うん、東宝の中で起きるんですよ、はいはい、それで、あの大だから超有名企業だから、それでもう大騒動に発展するんですよね、うん、それでその当時の警察であるとか GHQ まで乗り出して戦車まで、うん、戦車と飛行機まで出てきたんですよ、それで周り包囲して大喧嘩になってっていうことがあって東宝創業っていうものすごいことが起きるんですよ、うん、あ、ただ今言いたかったのは、うん、東宝はそうやってその東宝創業が戦後守れる頃あって、うん、メインから離れた人たちで新東宝、結局でも東宝系列であるんだけど、うん、別の派閥って言えばいいかな、あの時のいわゆる右派の人たち、いわゆるだからその反発する労働者の味方ですよっていう左派の人たちから反発する人たちが集まって作ったのが新東宝だったんですよ、うん、っていうのが実はあって、あったんだけど、これから紹介したのがちょっとまた別になってくるね、だから50年代後半になってくると、映画がもう相当もうどんどん作らないといけない、もうそれぐらい人が入る、どんどん番組増やさないといけない、映画館側がいうソフト足りない状態だった。それで元々のきっかけは東宝創業で分かれた新東宝だったんだけど、だったら番組をどんどん作らないといけないってことで、こっちの方が新東宝の方が、作る側、ボンボンも作品どんどん作る側、東宝は割と金かけて安定したメインの作品を作るっていう、それの初めの頃で、東映もその頃に、東映は第二東映っていうのが1960年にできるんだけど、レーベル作るんだよね。とにかく1950年末テレビが普及する直前の本当に一番映画館に人が集まった頃に、新東宝が、あの社長が大倉貢っていう、今こっち名前ある、うん、この人になってから一気に蘇生乱造型になったわけ。あ、そういうことだ。だからもう蘇生乱造だよ、これもう。だから新東宝はその前は割とこの 東宝の中でも、大作ではないけど、真面目に左派としての作る作品だったのが、だんだんこのね、エロ風呂路線に入り始めた頃、バレバレ大倉貢が仕切るようになって、こっちはバレバレ右派ですから、最初から最初の頃の、 川島雄三みたいな感じ、ね、いや川島雄三は日活の方かな、日活の多分ね、日活の前が、そういうもう宝塚だったのね。川島雄三は単純に会社の言うことを聞くっていう感じ、川島雄三はもともと松竹で、で日活が復活して日活があったんだけど、でこっちは大倉貢がポイントだけ、大倉貢っていう人、女優を愛人にするような人、ご先祖は美人狩りって書いてますねこれさ、ちょっとさ、ワンマン金色物語って書いてるから、ワンマンな一族の話かなと思うんだけど、ご先祖美人狩りなんですよ、当主の社長は基地なんですよ、つながりがないんですこの東宝、新東宝のマークはもうその時点から使うじゃん、これ、聞きました、これ何年の作品って、フレッシュ、これが1956年3月56年、で、ユリトールがいますね、ユリトール、ユリトール入りました、これかな、ユリトール、いや、2つある、リトール、あ、そうか、これ2役かな、そう、ご先祖さん、あ、で、トニー谷がいるんだよ、あ、ほんとだ、メガネ、てか、この時代のメガネじゃねえよな、多分それでさ、
で、沖縄出身っていうか沖縄地が入ってる大空真由美がいる。へぇ、これ大空真由美さんは今も現役現役ですよね。それであと森川真、なんか森重に見えるね。だから森重に見えるんだよこれ。あれ名前変わったって。あとねこれ清水金、清水金一、違う、まだいるんだ清水金。いや、まあ清水金は死んでるって言ってる。まあいろんな人います。ユセフトルコってこれプロレスの人なの？あとこれね、ユセフトルコは集中出ます。ユセフトルコは兄弟、あ、てか俺も今びっくりしたのよ、50年代以下いてやろこの人。この人はずっといますよね。70年代まで、うん、外国人役といえばユセフトリコ。大体ユセフトリコ出た。70年代までどっちかというと70年代の方が東方特撮ものにいっぱい出てる外国人役。ごめん、昔新日にいたプロレスラーのユセフトリコとは別に同じ名前がいるの？いや、多分一緒じゃないか。一緒かな。プロレスにも転校したのこの人。いや、ユセフトロコはプロレス出身の人で、そっちから別人だと俺思ってたんだけど。そうなの。ちょっと調べましょう、うん、ユセフトロコはちょっと調べないといけない。じゃあ調べ、はい、ということで、ワンマン金色物語、うん、いや、なんでかって言うんですよ、新東方まだまだあるんですよ、新東方シリーズ、うん、で、これ56年だっけ。1956年。古いね、このポスター。これさ、1956年当時の公開ポスターですよ。ということは56年だから今から61年前か、61年前のポスターにしたら綺麗すぎますね。綺麗だね、本当に綺麗。ちょっとビビりますよね、これで。これはすごいと思う。オリジナルっぽいですね。オリジナルです、多分。だってこれリバイバルしないはずだよ。確かにね、するような作品じゃないし。ね、ということでございます。ワンマン金色物語でございました。はい、じゃあちょっと変えていきます。ちょっと戻します。とにかくね、新東宝はイケイケどんどん型だからかもしれんけど、これもうごちゃごちゃしてるでしょ。うん、さっきのあれ、はい、いいですか。ニューイヤマさん、原作者も VS、伏線人間の原作のテイストで好きだったと、うん、他のアニメはキャラが仲良しすぎて嫌だと言ってるのを読んだことありますか。ルパン三世、うん、やっぱそれあるんでしょうね。で、黒トカゲさん、すみません、寝てたはずの黒トカゲ3号、ああ、お子さんの方ですね、ぐずってたのあやしてました。で、ルパンがマモーで何ですってってことで、ちょっとずれてる。マモーって言ったっけ、まあ、言ったの。マモーですね。で、黒トカゲさん、菊村さん、いじめないでって、林さんに。菊村さんの張り方を責めないで。子供たちを責めないで。子供たちを責めないで。で、黒トカゲさん、それもまたで、それに加えて、労働争議をわざわざ起こして、第二特艦小僧とか、新特艦小僧とか。わざわざ立ち上げたら面白くないですか。面白いと思います。菊村さんが立ち上げる、菊村さんが新東方新特艦構造立ち上げて、俺第二特艦構造立ち上げる。3つ立ち上げるんかよ。ビジネス的なもんですって俺嘘つくんで。で、黒高さん、ユセフトロコさん来たーってことで、困った時のユセフさん4度系的配役が大好きって。あー、そんなに。てか50年代からいるのはちょっとびっくりした今、うん、さっき。ユセフトロコは結構こうよく出てくるよ。まあ、さっき俺話してたけど、俺があんまりプロレスはい、なんか詳しくないんで申し訳ない。だから新東方のこのポスターのデザインが最初の頃見てたジゴ。あ、ジゴね。ジラ。ジゴ。ジゴか。ジラ。ジラ。じゃあジゴだよね。ゴジラに似てるって言ってたね。うん、ほら。あ、ごめんなさい。ユセフトロコは日本の元プロレスラー、元レフリー、俳優。ああ、ブリ。あ、じゃあ。伊能さんが持っているで、カラフト出身。はぁ、ドイツ人物かな。伊能さんは顔は知らない。俳優のオスマヨセフは実験知ってるかな。え、写真あのね、いや俺は正直ね、プロレススーパースター列伝でしか知らない。あ、漫画の方ですね。漫画の、うん、新日独立の時にユセフトルコがついてきてくれたっていう、なんか猪木の話。またそんなのも覚えてるのか。異様な熱量で面白い。俺プロレスファンじゃないけど妙に詳しい。なんかすごい分かる分かる。だからプロレスのそのなんか妙な嘘くさい部分というか、古立の大げさなああいうのはすごい好きだったんだよね。うん、外国で武者修行する時にイカとかタコを投げつけてお、デビルズフィッシュとか言ってそう、欧米なんか説明しようみたいな。西洋ではタコとイカが悪魔の魚として意味嫌われているのだみたいな。アントンって顔いくうち探検隊的やぞ。あれ見てこうすげえと。まさに、まあ、最初のその事故のデザインからすると、うん、ゴテゴテもうプラスのデザイン。うん、
そうだね。事後、あの、事後は大津安いしくて、見せないデザインというか、マイナスのデザイン。引き算って、引き算ね。あの、三つぐは、三つぐもとも、大倉三つぐ、ね、大倉三つぐのやり方はプラスプラス。分かる。だから、足まふり。オズとか、だから演出もそうだし、ポスターをどこまで引いてって引いてって、あの、シンプルにけど分かるデザインするかっていうのが一番センスがいいわけですよ。なるほどね。この人が足しまくるんだよね。これあの雑ポルノなんか口元だけで表現してる、あれある、ある種引き算的な表現、うんうん、そうね、うん、でさっきの井上さんが見てたのは足し算的な表現だから黒沢と小津っていうのはちょっとそのあたりも、黒沢は割とちゃんと見せようとするところもあります。なるほど。昔の頃さ、ね、黒沢もちょっと時代的さっきの掛け算でしたね。掛け算だな、本当に。こんなのが掛け算ですよね。そうかね、うんうん、あれ縦のデザインだ。縦のデザイン、うん、プラスかもしれない。横のやつもある。横のやつもある、うん、両方横ってのがね。横シリーズもある、ね、もう見てないから分からねえよ。うん、一部で盛り上げました。で次こちら、はい、これも高島忠夫の、ボンボンまかり通る。はい、いや、テイストがやっぱりボンがさ、こんな風に表現するのって、ひらがなボン、ボッチャのボーでボンボンだね、うん、で、これこれ高島忠夫です。さっきね、ちょっとうつになってんだっけ、うつになって長いな、うん、なんか全然もう聞かない。一回復活してすぐまた元に戻っちゃったから、最近出なくなったね。息子二人が面白いことになってるからね。二回転三回転ぐらい面白くなってる。確かに。でこれちゃんと高島忠夫のっていうのがついてんだよね。すごいよね、うん、それは有名だったんだよね。もう高島忠夫で売れるわけだね、うんうん、でここでまた下にこう下がってきますよ。見てくださいね。ここで出てくるのが大空真由美。ほんとだ、かわいい。先ほど出てきた、沖縄うちが、沖縄うちなんちゃハーフ、そう、押しまくり。あ、でも左上、あれだって、あの、アマチシゲルで、この子はまだメインではないのか。アマチシゲルも、浸透法とか、大倉映画を支える、大倉映画じゃない、どっちかというと浸透法だな。あとはこれ、ゴエサブロね、ピッピッピッピー横ちゃんがって違うよ。あ、違うか、あれ。あれは、あれは誰ピー横ちゃんは、ちょっと名前出てくらい、あれは、あの、あの二人組、なんだっけ、あれ俺鶴太郎経由だって、ハゲとちょっと身長が低くて髪が割とある方、なんだっけ、忘れた、あ、すいません、なんかいらないこと言ったみたいな。また後ほどお願いします、はい、ていうか坊やサボロなのこれ、坊やサボロ、あれ島一郎に見えたけど右下坊やサボロって書いてるよ。ああんまり坊やサボロに見えないな、はいはい、まあ、そういうことで、はい、古川六波とかもいるのかこれ。いや、さすがにいないんじゃないかな。もうプリッツにない古川って見えたけど、あ、いた古川いた、名前だけある。古川六波いました。まあ、探せるんでしょう。はいはい、南、はい、南俊明とか、はいはい、あ、いたいた、古川六波こっちです。あ、え、高校野になってる、こんな小さになっちゃった。え、六波ってメガネ外したらこんなの。ねえ、初めて見た俺も。あんまり、あ、こんな顔の古川六波なんか、はい、ということです。はい、高島忠夫のボンボンまかり通る。これも50年代かな、はい、56年、56年8月、56年、だからこれも古いポスターだな。61年前ですよ。はい、ということでございました。え、止めましょう、止めて止めて、止めますよね。あ、止めます、メインメインメイン、メインにしましょう、はいはい、これも50年代ポスターか。だから今回何がすごいかというと、うん、新東宝っていう、もうだからもう忘れ去られた映画会社の、しかも61年前のポスターが、うん、あんまり汚れてなく、いや、もう折り目もなく、うん、あの押しピンの跡もなく、うん、ある、うん、価値がわからない。そんなに言う、あの、その映画史的に何の、結果も残してないですポスターだから、うん、ちょっとすごいなこれ。モニターモニター。はい、黒田川さん、あ、やっぱでもいいはず、このままでいいはず、黒田川さん、やっぱ新東宝いいわ、いろいろとダメな感じがすっごくいいわ、足し算で足し算、うん、だから色もベタベタしてるわけ。はい、ちなみに新東宝なくなっちゃったの。ないです、ないないない、あのあと新東宝は大倉映画ってなって、大倉、あ、大倉が残ってますよ、結果的に残ってる。だから大倉映画が今 OP 映画っていう名前だった、大倉ピクチャーとか言って OP というピンク映画になりました、ね、ピンク映画専門の会社で上野に映画館がで、主演劇場で傑作劇場、
そうそうそう。で今デジタルシネあのもうだからもうデジタルしかやらない。フィルムすらもやらなくなりました。なるほど。はい。ということでその新東宝の、映画もう一つ。先ほどのあの金五郎がメインで映ってますね。待って待ってごめんなさい。はい。はい、こちらです。金五郎の海軍大将でございます。海軍大将。制作大倉光、こちらは、マニミツヨ、バニミツヨというか。大沢まゆみはこれ出てないの？大沢まゆみはここにはまだ出てないですね。出てるのは、まずこちら、こちら、坊谷三郎です。坊谷三郎。あ、坊谷さん、また出てきた。あとは、清川西子とかいないの？吉田照夫。あ、吉田照夫。吉田照夫ね、吉田照夫。大津安二郎の映画にも出てますね。そして最後のあたりも星照美、ちょっとごめんなさい、わかんないです。俺も知らない、ごめん。そして魚住純子、知らない、知らない、俺も知らないよ。そしてこちら、これ、ね、怪盗二重面相的な感じで寺島達夫、知らない、知らない。だね、新東方出身の人ね、大概みんなね、後から消えてんだよ。ただね、ここさ、いわゆるまあ有名どころ、まあお客さんが入る人たちが写真出るでしょ。はい。ここにクレジット見ると、知った名前があるんですよ。ここに丹波哲郎。あ、丹波哲郎って新東宝出身なの？そうですよ。あの人新東宝出身です。ただ出てないんですよ、僕の中に。まだ早くだったんですね。だったかもしれない。同一人物だろうな。いや、もちろんもちろん。あ、そうか。あの美空ひばりが2人いるからね、ちなみに。いや、出てないと思う。多分出てないですよ。丹波に、丹波哲郎出てないんですよ。そうそうそう。だからまだ写真は全く丹波哲郎っぽいね。まだ丹波哲郎がまだだから名前で売れてない頃なんですよね。だからそこらが気になるということでございます。はい、と、はいはい、いうことです。金五郎の、海軍大将でございました。はいはい、はい、OK です。で戻しましょう。はい、黒田さん、天地しげるの四谷階段と、キーセあの王戦地帯か、キーセン地帯を新東方イエローラインだ、ごめんなさいの、新東方天地映画のツートップだと思うんですよ。色っぽいんですよ、天地しげるの映画そのものも。俺は、だっけ、もう一つはあとイエローライン、遅刻じゃなくて、イエローライン、四谷階段、はいはいはい。俺は綺麗なんだよな。そうなの。でもイエローラインは大好き。で、黒戸影さん、昨年東京に出張したとき、その上野の大倉劇場のすぐ横のホテルに泊まりましたと。うん、上野だから大倉劇場があるでしょ。大倉って専用の館、うん、カタカナで大倉、機関があるんですね。OP 劇場、で、すぐ横のホテルに泊まりました。その事実に気づいたのはチェックアウトした朝の子だったんですけど、お仕事しましたということで。はい、ということで、あそこで、その話からすると、俺と吉見が東京行った時に、よくこう待ってたバス停の裏が大倉映画のスタジオだったっていうの後から気づいたんだけどね。今もやってる、使ってる、うん、だから今、ね、かつてオークランドって名前だから、待って、オークランドなんか、なんか聞いたことある。微妙な中途半端なアミューズ施設になって、わかる、遊園地やってたの知ってる。ゲームセンターみたいな、オークラ、いや、ほぼゲームセンターとか、アミューズメント設置やってたの知ってる、知ってる、知ってる。で、後から上野の話、うん、これは世田谷かな、世田谷に、ここが大倉映画の撮影場だったんだって後から聞かされて、あれ、なんかまじまじと見ればよかったと思ってんだけど。じゃ続いてこちら、はい、おー、これも新東宝です。新女性解放同盟美男買います。かわいいなー。ちょっとタイトルつぶれ、そろそろ、ウーマンリブって言葉が生まれる直前ぐらいだったのかな。ハンサムタワーズの説教、美男が買います。いや、コピーのこれさ、ちょっと待って、美男買いますっていうタイトルなんですけれど、いいですか、あの、生かせる喜劇、生かすって分かるけど、生かせる喜劇って初めての、生かすじゃないんだよ。この時の生かすはどういうニュアンスで使ってたの？生かすぜだと思うんだけど、いや、生かせる、今ちょっと別の意味もあるじゃん。いや、それは違う、それはちょっと。また大空まみ出てない。あの、こちら大空まゆみさん、また出てます。出ます。やっぱあの、押し出しですよね。で、今回その相手役だと思われるこの方なんですけれど、この役者さん、ちょっと見てください。ほら、これわかる、あの、なりこさんと、はい、この方誰でしょう。はい、この人、顔だけ、クリスはあえて見ないで、もう俺も見えちゃった。誰？あ、
もういざ行きます。なるほど。去年だっけ亡くなったの。亡くなりました。80歳で亡くなりました。わからん。誰ですか。顔だけ写真。ちなみにこっちも、これそうなの。その方です。はい。あ。あ、あ、まあ、まあ、まあ、ちょっと特徴残ってんな。わかんないです。じゃあご紹介しましょう。はい、はい、新東宝のハンサムタワーズ菅原文太さんです。ハンサムタワーズでルビーが振られてるね。タワーズ新東宝ニューフェイスだったんでしょうね。あ、本当だ。この言われたら本当に残ってる。これね、うん、したね。英語的にどうだ。ハンサムタワーズってこれ複数形あと3人ぐらいいたんでしょうね、タワーが。あ、そうか、そういうこと。まあ、多分菅原文太さんは新東宝やいわゆるニューフェイス、いわゆるだから役者さん、いい役者、イケメン役者さんとかいい女優さんは発掘するの中でのうちのモデルさんともっとモデルさんから始まったの。雑誌のモデルさんから役者さんなの。新東宝の役者さんで菅原文太さん出るんだけど売れなかったの。全然売れなかった。まず名前がダサいの。これ本名なんだよね。全然売れなかったですよ。それで流れ流れて結局60年代の後半に東映に流れて、それで仁義の戦いの前のね、ヤクザグレン隊とかあそこら辺の方でちょっとこいつ面白いになって、仁義の戦いで決定的な人気を持つっていう、かなり苦労する人なんですよね。この頃は新東宝じゃない、爽やか系の。そうそう、全然似合ってない。はあ、これなんかね。でも今日モデル出身じゃなかったっ。そう、足長いんですよ、すっごい。ただ名前が ね、モデルさんで菅原文太さんですってこうナレーションがコメントが出た時点でみんな笑われたら文太だってみたいな感じで、やっぱりなんとかろうのがかっこよかったね。本人的には全然だから自分の名前で勝負するんだってところで名前変えたらっていう話を通常されたらしいけど、本人は変える気ないよっていう。ということでこれがね、今ちょうどこう弾取られる瞬間ですね。違う弾だけどねみたいな。囲まれてるね。囲まれてるから、ね、これが文太でございます。これが文太でございますって言いながら、文太でございます。はい、以上です。はい、キャップ以上です。キャップ以上です。キャップです。キャップということです。はい、文太若いということで、もうほとんど黒トカゲスだけが見てます。まあそんな感じです。あといくつある新東宝。新東宝いっぱいあるよ。あ、これね、次ちょっとかなり珍しいじゃない。これはちょっとね、ネットで実は探せない作品。これネットで実は探せない作品だったっけ。1960年です。ちょうど6年ね。あ、ただ何年に撮られたかわからないんだよね。うん、あ、じゃあ何月に撮られたかわからないか。はい、思春の波紋。だ1960年ぐらいになってくるテレビっていうものが出始めてきて、そのあたりいろいろこう映画館とか映画制作会社テレビに撮られるから、いわゆる迷い始めるんだけど、テレビでできないことをしないと受けない、試行錯誤をいろいろやって、じゃあエッチなことしようぜとか、だからちょっと過激なことしようぜになっていくっていう最初の最初かもしれないですね。で、まあちょっとこれなんだろうな、これ本当に情報が少なくて、うん、データベースに載ってない作品だっけ。一応ね、調べた限りだと、いわゆるだから男の子の誘惑に乗って、女の子、このいっぱいいる人たちの中の女の子2人が、まあ、そういう関係になってしまって取り返しがつかないことになってしまったと、それでも私大丈夫でしょうかっていうところで、いや大丈夫だよと。でこれね、信用のける日本映画データベースに載ってない作品だっけ。ちょっと珍しい、かなり超マニアックな作品。いや、だから10代の青天映画ってやつですよね。1950年ぐらい大学から出てったんだけど、うん、いわゆるだからそのなんていうの、この性教育、性的なこと、性的なこういった奔放になったりするのを戒めるという目的でという名目、まあ、教育を目的に名目にしながらやってることはエロ映画ですね。なんだ、スウェーデンのなんか、そう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 、あのやつだね、性教育という名ばかりのものを形にとってったやつだね。衛生博覧会的な、そうそうそう、衛生博覧会はこんなことならぬ、気をつけましょうって言いながら、ただただ気持ち悪いの見たいだけっていう、ああいうケースの、ただ今見ると別に大したこともないと思うんだよね。
一番気になったのがこの女学生たちの顔が、うん、全部おばちゃんでしか見れない。そうだね。結構皆さんベテランの女学生だと右下なんかかなりベテランっぽいな。多分5年目ぐらいでしょうね。ぐらいもっともっと10年経ってない。でもこの頃のすごいのは実際これで19ぐらいだったりする時あるからね。だからあのうちらがちっちゃい時にねちょっとあったのブルーフィルムとかね、うん、あのビニボン的な、うん、あのおい待てお前10代じゃないだろうっていう、うんうんうん、いうビニモン的なね、うん、何の話だろう。上はね湘南のアンケート江ノ島かもしれない。江ノ島かいや分からないよ。もうちょっとアップできる。おばちゃんたちのあおばちゃん。おばちゃんたちじゃこれ全部、ま、いや分かんない。 上からちょっともうちょっともっと寄れる。いやこれはどう見ても女学生です。あこっちの方がまだ若いから下の方が確かに3人ぐらいいそうですよね。あ 右下に行けば行こうとちょっとなんかおばちゃんかそうがあもうなんかこう不純性異性交友が今ね右上いる右はこっちです。あ上こっちですか。手が短いよね。ちょっとあもうほら、まあまあ、おばちゃん、まあ、おばちゃん、うん、はい下その下その下その下はいおばちゃん。いや意外といけるよ。リュウジはオッケー。オッケー、俺はいける。と、うん、いうことで。女子高生だったら捕まるよ。うん、そりゃそうですよ、ね。東京条例だったら。沖縄条例どうなの？あれ条例でしょ？ちょっともっとしましょう。ずっとこのままこの話するっていうのもどうかな。戻して。はい、ということで。これちょっとタイトルが、タイトルがっていうかあのデータがない作品珍しい。ちなみにあの加納栄子が今度フライデーにね、やばいことになってるって話は聞いてますけど、はい、また何かやったの、うん、もうあの常連復帰できない方向でしょう。えいやそんなことはないと思うけど女の方が騙してたらしいから分かんないよ。私22歳って言ってたらしいよ。分かんないよ。てか何の話してるのこれ。いやちょっとこれいや俺たちにとっての思春のね波紋がやったわけですよ。ということで、ちょっと貼ってる間にちょっとコメントご紹介しましょう、はい、まだいきますよ。やっぱあれですよね、新東宝の映画ポスターでタイトルロゴ金赤じゃなくて Y100、M100 ぐらいの黄色で表記するパターンすごい多いですよね。ということで、はい、何の話か分かりますか。色の話。色です。イエロー100、マゼンダ10ぐらいの黄色で表記するパターンという話ですね。元影さん、新東宝ポスターの絵も言われぬ不可解な安っぽさ、B 級っぽさっていうのはその配色にもよると思うんですよ。なんで木本さん逆にするの？なんで指差しを下げるの？あと刺繍の波紋、スチールヤフオクで売ってるそうです。あ売ってる売ってる、あ売ってる売ってる、スチールこれ、うん、あの映画館とかに貼るやつですね。あ新東宝スコープ刺繍の波紋のフライ、あのすごい若くて綺麗じゃないね、この女子高生ね。可愛いよね、うん、いや幼いと幼いぐらいね。え、本当だ。スチールだけ太さと違うね、これね。違う、うん、ね、すごい幼いですよ。これ5000円からだそうです、会社。誰が買うんだ、これ5000円うん細さはもっと高く売れるから。いろいろあるね。あまだあるまだある。わー、作って演技してって言ったような写真なの。え5000円から。え、スチールが売られてる。売られてますよ。だって刺繍の浜って刺繍の浜って書いてるもん。本当だ。さっきポスターが想像つかない。5000円から。林さん、今のうちですよ。かわいい。あれ？あれ？まあいろいろあります。あこれもう新東宝ばっか売ってるの。いっぱいあるな刺繍の森。あ刺繍の浜。全部そうなの。そうですね。もうとにかくこの新東宝のロゴが、ね、なんかゾワゾワするんですよ。確かにね、それびっくりした。データが少ないところで食虫植物か何かみたいな気持ち悪そう、すごく感じる。はい、あと2つあと2つこれを外して、はい、続いて、まあ、新東宝があとね3つあります。これ 1,2,3,3つ、はい、行きましょう。矢敷田珍道中中仙道の巻でございます、はい、これ国家も実はこれ持ってた持ってた。ヤジさん、北さんの感じで。ボロボロ。はい。だからこの頃いわゆるコメディースター、喜劇役者として、うん、あのユリトールが押されてたのが分かりますよね。うん、でもやっぱり隣に大空まみ。
そうそう。で、大空真弓もやっぱスターとして売られてて、大空真弓はやっぱり新東方、あ、宇津井健、そう、そしてここにスーパージャイアンツ扮する、扮するじゃない、間違い逆だ、宇津井健がいます。あー、どれどれ、あー、かっこいいね、本当だ、はい、あのスーパージャイアンツとしても有名でしたっけ、この頃右上誰だろう。そしてこっちは、高島忠夫です。え、これ高島忠夫なの。そうです、高島忠夫さん。で、あのコミュニー担当として矢地さん、北さんとしているのが南俊明さんですね。ああ、はい、いわゆる、あの、いわゆる浅草の喜劇役者の一人です。後に東映系、あ、でもすぐ亡くなったか、なんかトリオの一人じゃなかったこれ。そう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 。で、この転覆じゃなくて、何トリオだっけ。転覆トリオ、転覆の一人かな、うん、で、下の天地茂がこっちの方なんですね、うん、いわゆる2枚目の方で、うん、ということで、あとはこちら辺がいかに分かりやすい感じの、うん、こっち右下にちょっと説明が書いてます。女郷ヶ島のグラマーで、これあのみんな大好き三原陽子もう知らないよ、大体今後に東映ね、誰も知らない、分かりました。いやいや、新東宝とか大倉映画で、そうそう、脱ぎ要因してもセクシーな格好で終わりです。そう、そういう感じです。だいたい志村けんの周囲にいる人たちみたいな感じですけど、コントに出る人たちみたいな感じです。おっぱいより、おっぱいよりみたいな感じ。以上でございます。以上でございます。キャップキャップじゃないよ。ヤジキタチンの中先生の多分脱がないと思うけど、脱がないです、脱がないです。あのこの頃はせいぜい水着程度で終わります。はい、以上です。はい、はい、続いてお願いいたします。もうちょっとの辛抱です。辛抱じゃないけど、本当に今回ね、紹介しきれないくらいいっぱいあるんだね。もうそういうことでございます。コメントの方、コメントの方、あー、OK です。いただいてます。入江さん、黒戸谷さん、新東方のタイトル言われてみれば確かに黄色ばっかりですよね。しかし私はマゼンダ25は足してると見てましたよ。デザイナー同士の話が始まってます。マゼンダね、ほら、さっきから黄色黄色って言ったけど、確かに確かに、今度マゼンダ薄めの、まあそうですね。で、あの黒戸谷さんがね、入江さんですね、全体的に結構あのマゼンダ版かぶってるから、マゼンダ洗っとけって印象も、何にせよマゼンダ中浅かったですねってことでね、もうマゼンダ薄め系で締めてきたのがありますよ。ほら、あ、これね、はい、ということでこちら契約結婚でございます。これも新東宝です。あの青春映画だよね。札束に追い回された学生野球の花形、契約切れでトレードされた結婚生活ということで、でこの監督の渡辺裕介という人はね、あのコメディ映画の巨匠として自分で名前を売り出す人、あのこの人はなんとか渡辺天皇と呼ばれた人。そうですね、この人のポスターは大概なんとかのなんとかの渡辺裕介っていうなんか肩書きがつくわけ、自分にキャッチコピーつける人なんですよ。でもこれはついてないね、珍しい、まだ若手だった頃でしょうね。でもでもと要はこの頃ってもうすでに天皇扱いだ、50年代で寺島、達夫と、こちら大空真弓、やっぱり大空真弓、大空って書いてます、ローマ字で、ほうほう、ということですね。で、沼田洋一と、こちらが小畑絹子という、沼田洋一顔アップし、これね、契約結婚でしょ、うん、これ逃げ恥ですよ。ですね、うん、逃げるは恥だが役に立つですよ。この人差し指のこれも今から恋ダンスが始まります。恋ダンスの始まりですよね。そうですね。ということで、多分これがガッキーですね、うん、あ、沖縄出身だから当たってる、本当だ、ガッキーだ、沖縄出身です。面白い。ガッキーです。あの50年後のガッキーです。50年前のガッキーです。よく知らないけど、はい、でこっちが多分あの、ね、うん、星の源、星の源ですね、違うよ。寺島アンスタッツが歌って聞いたことない。だって沼田雄一アップしてる、沼田雄一、まあ、沼田雄一がね、右側に沼田って書いてある。このあの悪い顔、左ではマリマサヨ、小畑キネコでございます。あ、知らない、マリマサヨだと思った。はい、まあ、ということでございます。こちらがね、あの逃げ恥の元祖契約結婚でございます。嘘だけどね。はい、そして最後だったりして、だったりしたらすごいよね、うん、けどあれ、はいはい、漫画が原作なんですけどね。はい、最後でこうなる、受け継がれるからね。あの大体あのネタは
あの何回も、まあ、繰り返されて、なんか元ネタがこれで後にこういう漫画になったりします。で元々はギリシャ神話からって話になってくるみたいな話がありました。で最後の新東宝のポスターで終わりましょうか。はい。じゃ最後に新東宝、今回一番何見せたかったかというと60年以上前のこのポスターを見せたかっただけなんですね。はい、最後こちらでございます。これはねちょっとねおしゃれです。ね、ピンクの、はい、黒トカゲさん、契約結婚、何その最近話題のガッキーのドラマみたいなってことで、まあ、やっぱりそうだろ、そうですよ。で、イリー K さん、契約結婚、マゼンダ90、イエロー35、さらに、これはブラックか、25と見たってことで。わからない。マニアックすぎて。わからない。はい、ということです。こちら、桃色と書いてピンクの超特急。はい。で、電車かと思ったら飛行機なんだね、これね。飛行機なんですね。大空松原の素敵な青春コンビ、騙し合いの同伴旅行は冒険の連続ということで。また監督渡辺裕介、渡辺裕介って言ったらね、どっちかというと喜劇のコメディ恋愛ものの役者ということで、こちらに出てくるのは坂本武、戦前から大津の映画によく出てる役者さんでございます。そしてここやっと出ました、丹波哲郎、まだ若い頃です。昇進したってことですか。やっぱ顔も出始めました。出始めたんですね。で、大空真由美、やっぱ大スターだったんだね。それでこの人松原、毒王、誰もわからない、俺も調べたけどよくわからないんですよ。緑の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 緑って何だろう。緑の当時のだからニューフェイスの一人だったと思うんですけど、わかんないんですよ。ただね、大空真由美のね、このあのドレス姿イケてる、かわいい、かわいい、外国人みたい、うん、韓国人みたい。あ、そうなんですか。いや、じゃあ沖縄です。沖縄と広島だったよ、ね、はい、ちょっとあのピンクの結婚ちょっといいですか、皆さん。はい、はい、大空真由美、やっぱり大空真由美、大空真由美のねこのドレス姿がイケてるんだよね、かわいい、かわいい。ただね問題がこのさ、松原誰その後どうなった、浸透、それが多いちょっと気になる。でただ丹波哲郎がここに出始めてるんだよね。結局国際的スターだよね。そ、まあ、日活の遠いも出まくるけどね、多分。そしてこちら坂本武史、坂本武史、この人は松竹の古い役者ですよ、まあ、特艦小僧にも出てるくらいですからね。大津安二郎のいう常連、はい、ということでちょっとしたこれあの飛行機ものだそうです。え、飛行機もの？そうなんです。超特急。なんで超特急なの？でしょ？完全にミスマッチです。しかもね、このバックの飛行機と上の飛行機また別なんだよ、ね。え、これ飛行機映ってる？これね、セスナだよね。え、飛行機映ってるこれ？これ違いますよね。一応上なんね。これはね、プロペラ機です。あ、でちゃんとアップしてる。これ何なのか、ごにゃごにゃしてて。ああ、ん？これはね、なんプロペラ機じゃないでしょ？いや、プロペラ機だと思うよ。え、プロペラ機？あの、だから、いわゆるだから、こっちはだから2発ですよ、2発エンジンが2発ついてる、双発のやつで、これがだから単発ですよ、単発でのセスなんですよ、いわゆる高翼単用、要するに屋根が上についてる、そうそう、上についてるやつ、低翼単用の方ですよね、うん、だからまず違うんですよ、ね、話してないかよくわからないあれ2発とか単発とかってやつで、だいたい分かればいいです。分からないよけど2発と単発なんだ、なんだ、うん、違うでしょ。でもなんで超特急っていうなんかすごく列車っぽいタイトルをつけたんだろうっていう、ね、まあ、大体そこら辺はもうね、あの大倉だからまあいいだろうと思うんです。いつもこれ、あ、でもさっきから新東宝のマーク映してないね。あれ、ない、あ、ここにね、新しいマーク、あ、本当だ、あ、さっきもね、新しいマークでした。あ、うん、あー、つまんねーこっちの方が後なの。そうですね、多分そうでしょ、あの、ちょっと陰備なマークじゃないんですよ、あのウニ的なね、うん、やつなくなりました。え、こっちの方が後か、このロゴの確か。これ何年の作品？これ60？これは61年だから、やっぱこっちが後だよ。はい、ということでございました。はい、はいはい、なんと1時を過ぎております。はい、ということです。本当はもっとありますが、え、思い出のはやらなくていい。最後2つやります、はい、あ、林さんと俺でやりますか、はい、じゃあ俺から、ま、今日は実は用意しているの3分の2ぐらいいろいろね
あるんですけど、最後にあの私と、林さんの2つそういうちょっと思い出深い作品をご紹介、これでもいいけど、これ違うけど、違いますよ、私はザ・カンニングですこの後ぐらい、木村さんが探してます、すいませんね、はい、ということでちょっとコメントご紹介したいと思います。黒田さん、時ならぬ色指定合戦が始まった。おい、炭100にシアン1だけ混ぜとけ。親方、なんでですか。バカ野郎、ノックアウト回避だ。分かる話してるか分からない、ね、あの、まあ、ちゃんとこういった小話がついてくるのでね。黒田さん、桃色の超特急、21世紀に今なら桃町と呼ばれてたことある。シメ町だよね、それね。桃町。ニューミヤマさん、黒の超特急と何か関係あるのだろうかということで、これ、ダイエーの方ですね。イリー K さん、黒トカゲさん、に対して、ああ、ブラック100、K100 だけであれなんで、他に 1% 足せば回避できますよね。K100 っていうか、はい、こちらです。K100 っていう方は、今ちょっと。はい、それです。また別の話でございます。はい、最後に、あの、林さんと俺のそれぞれの思い出深い作品をご紹介して終わりにしたいと思います。はい、もう少しお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。まず一つ目が、林さんにとって思い出深い作品。はい、あ、俺の方。あ、俺から行こう。俺から先にしよう。俺これ一本でいいよ。こちらでございます。ちょっとごめんなさい。すいません。伊藤さん。すいません。こちらでございます。私にとって思い出深い作品、ザ・カンニングです。皆さん、あの、私はフジテレビのゴールデンウォーク劇場ですごい何回も何回も何回も見ました。あとこれと、あと超能力学園 Z も何回も見ました。あ、もう見たような感じだね。大体一緒です。これは、なんか見たことある。これはね、ソフィー・マルソーの映画と一緒にやってなかったかな。これね、フランス映画だったはずだ。うん、ラブームと一緒に見させられた気がする。だってダニエル・オートゥイーだよ。ダニエルってフィリップ・タッシーニ、これフランス映画なんですよ。キョウさん、なんで見ないの。見てるの。見てねえんだよ、うん、だからさっきから指さしてる。指さしてたいいよ。指さ、俺の指さす方向に動かせばいい。いいよ、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 はい、もう意味がわからん。意味、え、ちょっと指さしてるだけじゃん。わからん。笑ってる。え、これがわからないの。ザ・カニングの話。え、こっち上げて、こっち下げて。はい、どうぞ。いいでしょうか。いいですね。はい、これ僕ゴールデン予約以上でしか見たことないです。結局これフランス映画なんですよ。フランスのバカロレア、大学検定ですよ。バカロレアの検定に受かるために勉強してる、いわゆるバカばっかりの、いわゆる予備校のにいる連中が主人公なんですよ。で、みんなバカばっかりなんですよ。みんなカンニングでどうにかしよう、どうにかしようって言って、その間にもどうでもいい話があってね、子供妊娠しちゃって、で子供が誰かわからないからって言ったら、まず呼びつけた3人の男とかね、もうそんな話ばっかりしてる連中なんだけど、あとはもう結局ザ・カンニングというタイトルの通り、カンニングのテクニックがただただ面白い。この中でなんかいくつか出てますけど、一つはこれです、うん、これです。それ映画の宣伝で、ね、カメラ使えばカメラ使いましょう。ちょっと待って、もう止まっちゃう。あれ外れてる、外れてるから、ちょっと待って。そう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 、こっちの方です。ちょっと待って、まだ来てない。大丈夫、まだ来てない。はい、行きました。はい、これです。はい、これ映せよ。今言ってる、だからテニスとかね、スポーツするときにこっちの汗止めのやつをちょっと広げたら、広げるとちょうど こっちに答えが出るっていうのがあるとか、あとこれ分かりやすいのが、女の子がこうガーターベルトにこうね、物をつけるとか、ね、あったんですけれど、ここにね、載ってないやつで、俺が大好きなカンニングの方法があったんですよ。これね、あのザ・カンニングの雰囲気すごい出てるんですけれど、俺の大好きなカンニング方法が載ってないんです。ちょっと一回これ止めて、うん、はい、あのね、俺が一番好きだったカンニングの方法っていうのが、あのね、フランスなんで、うん、いわゆる海外植、元は植民地って海外圏とかありますか、うんうんうん、ニューカレドニアとか、うんうん、いろいろあって、仏領ギニアとか、ね、そうで、仏領ギニアかその周辺から来た、うん、いわゆる部族、あるアフリカの部族の王様の子供が来るんですよ。でとにかく国を治めるためにはバカロレアに合格しないといけないということで入ってきて、それで彼がどういうカンニングするかというと、面接があって、面接にどう受け答えするかというところで、外にあの 彼の部下がいるんです、うん、で
あのイヤホンで全て筒抜けになってるんですよ、うん、それを聞きながら、うん、これは何とかっていうことだけど君はこれについてどう思うかっていうと、これを聞いてる外にいる頭のいいやつがこれ聞いて何どんなしてか受け答えするかって言ったら対抗でやるんですよ。どんどこどこどこどんどこどこどんどこどこどんどこどんどこどんってやるとこれはっていうことで頭いい。まずそっから覚えるぐらいだちゃんと覚えるよね。けどね、アフリカでは太鼓は言語ですからっていう話。トーキングドラムってやつ。そうだ、トーキング、そうだ、トーキングドラム。けど途中でなんか蜂が何か来て、どんどこどこ、まあ、どんどこ、ああ、どんどこ来たら、これはですね、これがあのにゃ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 ってしまうってのがあって。最高って思って今ちょっといろいろなんかね引っかかるそうだね。今いろいろ無理だろうなって大好き。なるほどなるほど、それ発想がすごいな、ね、でこの絵がうまいのは IQ0 っていうコピーを生み出す、うん、あこれね、うん、IQ0 だからこれね多分配給これだフランスのコミュニティ映画ってまず誰も買わないじゃないですか、うん、今時、うん、今時って今のところで、うん、これうまい具合にさタイトルもつけて、まあ、カメラでうん、あサブカあのだからさっきまでコピーっていうものは日本語的になんとかなんとかってやったでしょ、うん、これ IQ0 というワルス記号化されたこれもう一回言ったら現代もあるかもねこれあこっちにあるけど現代が IQ0 なのただねこれフランスの映画だからザ・カンニング IQ0 かどうかも分からないあそうだね今だ IQ0 までひょっとしたら現代あるもしかしたら現代かもしれないけどちょっとね俺未だに気になってるんですよよくわからない映画面白かったけど、うん、一体誰が作って誰が出たか未だによく分かってない映画なんですよね。俺これ見てないのに嘘俺見てないのにザ・カンニング IQ0 っていうもう IQ0 が引っかかってて覚えてるわけだからそういう意味でタイトルが素晴らしいのかコピーが素晴らしいのか素晴らしいとだからこの頃 IQ0 がやっぱり引っかかってるだからこの頃の映画のやっぱタイトルの付け方とかね本当大好きなんですよ初体験リッチモンドハイとかさ何がなんだかよくわからないけど面白そうみたいな全部含めてね好きだなっていう、ということでございますはいちょっとじゃあ、次、林さんのポスターに変わる前に、ちょっとコメントご紹介したいと思います。黒田、イリー・ケイさんと黒田さん、ずーっとこれ、データ入稿バナナ、データ入稿って石頭で腹が立つ、指定もしてないのに、勝手に墨の瀬に変換しちゃうシステム組んでる正反担当、すごく腹立ちます。もう、わからない話が始まってます。ということで、黒田さん、わー、拙者もフジテレビ見たでござる、ザ・カンニング、なんでござるなんて。イリー・ケイさん、ザ・カンニングでゴールデン映画劇場と来ると、超能力学園 Z が浮かぶ人はアラフォー決定ですね、ということで。そう、当たり、当たりですよ、当たりですよ。はい、大体女のおっぱいは大体ゴールデン映画劇で見ましたか、うん、か日野翔平で見ましたかあの道のくのやつですね、まあ、いやこれなんかさはい最後これ一番もうこれ最後なの最後ですよ最後なんだ最後ですこれが最後思い出を喋って終わるっていうこれ別に、まあ、ポスターとして価値も何もクソもないやつなんだけど、これは私が初デートで見た映画です。ただそれだけです。拍手が出た。ついに拍手が出た。ロングウェイホーム。ロングウェイホーム。内容、あのね、2回見たんで、多分。はい。デートの時に見たのと、後になんか NHKBS か NHK の普通の地上波でやったのかな。これさん、おいくつの時に見たんですか。高校何年生。高2。高2。17歳のぐらいから。高2かな。高3かな。高 2？ 17か18ぐらい。でも俺さすがともなんか時期ちょっと忘れてるね。はいはい。でも覚えてるわけこれ。あのだからあのそのまあ、付き合う相手が。どんな映画。それがね。応援しようけどねなんか別れるんだよこの家族が、はいはい、で久々に会って感動で終わるって話応援してるなでこうまあまあだこのこれね今ポスター貼ってるでしょ、はい、多分その時の公開のもんだはずあー、そっかだから俺が初デートした時の公開時のポスターだと思われる別にリバイバルも何もしてないし一応ちゃんと物語書いてますよ事細かに、うん、なんで
アメリカに実在する3人の若者たち、ロナルド・デビット、そしてキャロライン。実際にあった話だった。幼くして両親に捨てられ、それぞれと生き別れて、なお数奇な運命を生き抜いて、16年にもわたる青春のすべてを再会にかけた。そう、実際にあった話で、うん、おやったやつね。あの、俺は初デートでさ、なぜこれ見たんですかね。え、ちょいちょい、まあ分かるけど、あの、まあ、場所も覚えてるよ。どこですか。かぼっちゃった。国営館にの左にした、あの、オスカっていう、オスカ。オスカっていう劇場があったんですよ。はいはいはい、地下に降りていく。ありましたね、昔ね。そこで見て、那覇高校生の制服着たまま見に行ったかな。で、困ったのが初デートで、そのか、あの、相手が泣きまくって、俺どうしたらいいのか。あ、このドラマでね。あ、この映画でね。やっぱいい映画だったんですね。まあだと思うよ、うん、俺その後レンタルレコード屋さんに行ってサントラ版借りて録音音したもん、セブンシーズレコードって書いてますね。今もメロディーレイ・エヴァンス覚えてるもん。そういう映画ですね。もう誰も知らないと思うけど。ちなみにその彼女さんとその後どうなったんですか。いや別に普通に別れたよ。普通に別れたって何ですか。じゃあね、いや振られたよ俺の。振られちゃったんだ。もう残念。なんかがほら受験で大変だからって、そういう、なんかそう、よくわからんのあるさ。よくわからんのあるさ。まあ確かにね、それはありますね。なんか勉強のためにこんなさ、うん、恋愛に、うん、うつつは抜かせないと。そうそうそう、っていうふうに言われて、って思って。どうぞ。のプライベートの話。まあプライベートの話なんだけど。それ今、全世界に今配信してますからね。はい、だからそう、実際にあった話。本当にあった怖い話。あ、だけで。ロングウェイも。ロングウェイも。うん、トーマ、まあ今見ても、いや、今見たらあんまりそうな。ただまあ、おそらく、なので、昔、あの、やっちゃんは、やっちゃんが多分、急に出てきたやっさんやっちゃんは、やっちゃんが確かオスカーを始めた人だったんですよ。うんうん。あそこ、名画座にした人だもんね。国営館っていうところの、あ、そう、キャバレーだったんですよ、本当はね。飲み屋さんだった。バーって。バーの国際通りにあった映画館の。地下にあったんだ、あれ。そう、地下、うん、バーを改造して。地下はバーだったんですけど、そこを名画館にしちゃったんですよ。あ、そう。それの、中心人物だったのは安谷さんだったような気がする。うん、あの、いろいろインタビューして。まあ、そこで上映された作品で、安谷さんが持ってるってことは、あ、オスカー上映の時の、ロゲンを、俺がこの、初デートの時の、ポスターが。まあ、バラエティ番組的に言うと、ザ、その時の彼女さんを呼びましたみたいな。普通に俺が電話したら会える。会えるかい。別に何も、それは何もないけどね、それ以降。どうしたの。普通にまあ会えるよ。まあ普通に電話したら。会わんけど。あの、東京行ったとか ないですからね。わかりました。あ、そんなのない。普通に会える方です。あんまロングウェイではなかったということで。ホーム普通に会おうと思ったら電話した、割と近い、割と近い方に行きました。これ何年ぐらいでした。俺が中1か2ぐらいだから83、そうだぐらいじゃないの多分。東宝東亜だっけ、これ東宝東亜です ね、これね。これ見るとね、ワンサーポンナタミンアメリカも、ね、分かる。あの映画も長かった。長かった長かったけど俺好きだった、あれ、うん、最近見ました。2時間超えのやつ見ちゃった。あ、4時間ぐらいのやつ。ああ、ありますね。長い長い、すんごい長いと思う。うん、これでも3時間ぐらいあったんですね。ということで、コロトガルさん、カンニング、ザ・カンニングの太鼓ネタは覚えてませんが、補聴器の先生、補聴器する先生が偽の筆箱を落として見せて驚かせるっていうこの映画でした。その映画です。うん、あの、なんかみんながこう筆箱を落とすんだけど、うん、音がしない。で、この補聴器つけてるお年寄りの先生が、あれ聞こえないな、みんな、あ、みんなが喋ってんだって言うんだけど、喋ってないから、あれ補聴器なんか音が低いなとか、マックスにした途端に筆箱落として、あーって、そんなのいじめじゃん。いただけないなと思って。あと黒崎さん、アラフォーじゃなくてアラフィフティーかってことで、自分で言っといて感慨深くなっているということで、まあ、黒トカゲさんもねということでございます。フィフティーっていうことで、俺大台乗ったよ、大台ということで。
ついんですっていうことでございました。本当はもっといっぱいまだあるまだ実は半分ぐらいになってない半分ぐらいしかなってないんですけど、さすがにちょっとねあの夜明けを待つわけにもいかないので一旦切りますか、うん、本当は切るってどういうこと、はい、終わります。これはまた次だ、はい、いいですか、はい、安さんにコレクション、まあ、さん春の安さんにコレクション、多分夏の安さんにコレクションで、うん、ちょっともっとこう夏の安さんにコレクション、もっとこうミニスカートとかねもっとこう露出が激しくなるポスターが出てくるかもしれないですけどぜひ見ていただければと思います。どういう話か分かんないけど、はい、ということでございました。ということで、チンポスター祭り2017、はい、春の安さにコレクション、途中まででございました。ありがとうございます。はい、ここで、みんなの歌を、聞いていただいた上で告知をして、最後にいただ、最後にしたいと思います。みんなの歌は、八千代那須茂樹さん、枕木が燃えているでございます。どうぞ。フェンス越えて神戸を垂れるひまわり、この旅は北回り、フェンス越えて神戸を垂れるひまわり、悪いけど連れて行けない、汽車は止まる、レールは一つ、ダイヤは乱せない、枕木が燃えて汽車は止まる、アナウンスが流れる、ただいま消火中、のんびり越えて神戸を垂れるひまわり、この旅は北回り、フェンス越えて神戸を垂れるひまわり、悪いけど連れて行けない、空から氷が降って、国境越えのバスは止まる、誰かが葉巻に気をつけて、甘い煙は窓にたまる、のんびり旅のルールじゃない、フェンス越えて米を食べるひまわり、この旅は北回り、フェンス越えて米
けど連れて行けないよ。あ、どうも長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ヤチムンの、枕木が燃えてるでした。でもメインがいないんだけど。トイレから4時間ずっと喋りっぱなしでちょっとお疲れだと思います。今回長かったよね。枕木は燃えてるでございました。言っただろさっき言ってる。ということでちょっとコメントご紹介したいと思います。はい、はい、黒峠さん、まああれだ、いずれ金曜決めたんで私の初デートムービー暴露大会希望です。その結果成果も含めてっていうことで、うん、あーもう、ね、悲しい話がいっぱいありますよね。ある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 。一人で映画見に行って帰ろうとした時にね、好きだった女の子を見つけて、あい、リュウジどうしたのって、え、映画見たんだけどって、今から見に行くって後ろの男がいたみたいな。そうなんだと。こう来月ネタかな。ネタなるね。バレンタインデーとかさ。あ、行こう。だってバレンタインデーの時期だと自虐ネタに走るからさとかは。大体ね、大体ね、あの失ってしまった未来みたいな話をしましょうね。で、イリーケイさん、黒岳さん、あ、それは失礼しました。あ、それで4点って聞いたけど。黒高木さん、超能力学園 Z は多分1回しか見たことないということで、うん、はい、という感じです。イリー K さん、超能力学園 Z 話になってますこれ。あんだけ腐るほどやってても見ようとしなかった超能力学園 Z が今となっては見れる手段がほとんどないことに人生の厳しさを感じました。ないんだ。人生の厳しさを感じるんだ。はい、そういう感じなんでしょう。はい、ということでみんなの歌枕が燃えてるでございました。ではコメントご紹介して、そして、告知の方、軽くご紹介しましょう。幻、沖縄幻映画館、トーマ配信平良二の協調でございます。まだまだ絶賛発売中。また次のちょっといい話がありますが、まあ、それは後々喋りましょう。はい、そして、世良俊和先生の沖縄劇映画大全、最近 SNS で少しだけ話題になりました。85年前の沖縄が映像がアップされているという話があったんですが、その話が出てました。ということ、そして、まあ、映画の岡山事件のパート2か、うん、ですね。世良俊和先生のご出身で今も在住の岡山県にこだわった映画の話が載っております。うん、ということです。はい、そして、今回ラビットのポスター出しましたが、うん、ガチ版、ラビットガチ版映画祭りですね。はい、今度の22日か、桜坂劇場の方で上映します。それとクーデター映画ですね。うん、パワープレイだったっけ、なんかごめんなさい、適当でごめんなさい。2本上映いたしますということで、ぜひ見ていただければと思います。なかなか映画館で見ることできないのでね、見ていただければと思います。以上、はい、こんな感じで。他なんかある？まだある？沈黙が明日から、うん、あ、そうか、サイレンス、はい、じゃあマーティン・スコセッシー監督の、久々の新作でございます。沈黙サイレンス、これは誰だっけ、原作遠藤周作の、長崎の、キリスト教の弾圧の話の方で、日本中の役者がいっぱい出てます、はい、っていう。2年ぐらい前に撮影したっけ。そうだね。うん、で、台湾で撮られたんだよね。うん、なんかいろいろ引っ張り合いがあったらしい。本当は日本の時代、渦巻きとかで撮るって話もあったんだけど、うん、結局沖縄でもよかったのにね。その手もあった。
あ、でもただ受け入れた、受け入れ体制とかもあったらしくて、なかなか難しかったということで、うん、まあ、ちょっと日本映画の今弱くなってるところがもろに出てしまったかなっていうこともありながらも、うん、日本の役者さんも多数出演してかなりの熱演で、ハリウッドの役者さんも日本の役者さん の熱の入れようにすごい感銘を受けたって話もいろいろ出てます、うん、料理が、うん、そう、久保塚洋介さん、洋介じゃない、介さんじゃないんです久保塚洋介の お母さんプレゼンって言うんだっけ、うん、まあ、ちょっと役は言わせたけど、はい、でこの話なぜかしてたか、久保塚洋介とかね、あとは、一世尾形とか、まあ、なぜか久保塚洋介が結構ポイント握ってるらしい。彼がだからユダの役なんだよ、裏切り者の役で出てるんだけど、そのユダも神を許してくれるのかっていう根源的な話になってるっていうところで、かなり宗教色のある意味強いところなんですけれど、そこにこの番組にも出ていただいた私たちの姉子でございます、うん、道口よりこさんも実は出演してて結構重要 な映画、役どころに出てるらしいので、試写会見た直後に俺に電話があって、うん、あんた出てるよ、なんかあんた出てるって、あんた出てるよって意味が分からなくて、うん、出てってどういうこと、なんか俺がなんか写真が使われたのかなと思ったら、うん、出てたすごい、主役に俺が似てたっていうだけの話なんだけどあのモリッシーとかあの系統でしょ、もうでもまあ俺はハゲてるけどこっちらへん、うん、あっちゃんはハゲてないだけの話、何の話だそれが違いまあそういうことで、林さんが出てるか出てないかもポイントですのでね、なんか俺に見えたらしいね、料理から俺主役らしいよ、神がかった話ですね、まあ、ということで沈黙サイレンスが、もう過ぎて今日です、土曜日、うん、今日ですね21日、1月21日から、日本でついに全国公開となっています、ね、沖縄の方ではスターシアターズ系の方で見ることができますので、うん、ぜひ見ていただければと思います。私も、近いうち見に行きますので、はい、ぜひ皆さん見て感想の方、コメントの方で書いていきましょう。はい、ということです。あとは、やちむんなすしげきさん、やちむんのホームページがございますので、また全国アンギャしてますので、ぜひそちらの方のスケジュールも見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、長々と、続きました。4時間超え、もうね、クロスアキラの白痴かぐらいで長い話でございました。本当に、ね、お付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日どうでした？なりこさんからどうぞ。コメントの方、そうですね、楽しかったです。でやっぱ昔の映画とかは全然分かんなかったんですけど、うん、もう絶対見たいなって思うのがたくさんありました。そうですね、はい、なのでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なりこさんのね、うん、FM 那覇の、はい、そうです、星空シアター、シアター木曜8時半です。はい、毎週木曜夜8時半ですね。ぜひ私たちのゲストでいただければ、放送禁止用語をなるべく使わない形でお話ししたいと思うのでぜひ呼んでいただければ。ポッドキャストで聞けるんだよね。聞けます。だから普通にネットで検索かけたら過去のやつは聞けるもんね、うん、ちなみに次回は何を取り上げる予定ですか。次回はやっぱ沈黙サイレンスですよね。沈黙サイレンスその翌週でちょっと大城くまさんの、うん、おすすめ、おすすめでマッドマックスのモノクロ版、あー、はいはいはい、ぜひやってほしいということで、あ、いいですね、モノクロ版またいいらしいですから、ね、であと片笛沖縄に生きるの、あー、タカコが、宮平タカコね、こっちの元トカメンバーがプロデュースしてます。そうそうそう、はい、もうゲストに来ますので、あー、いいですね、ぜひぜひぜひ見ていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。井野さん今日どうでした？こんな長い話でしたけどそれなりに用意したネタがちゃんと盛り上がってかなり良かったんです。本当にファンはびっくりびっくりした。あれはすごかった本当に。あ、やっぱり、うん、なんかこれは何か使えると思って思い切って買っててよかったですぜひ、まあ、チョコレートまで行ってほしいなだから近いから2月14日に沖縄ヤクザ戦争チョコレートってこれ多分全国的な話題になるはずです、うん、そうですね。嫌だな、犬神家の一族チョコレート、ね、女子がこう渡されて嫌いだろ沖縄ヤクザ戦争ずっと吉尾くんずっと憧れてましたってずっと憧れてました不毛地帯どんなどういうことって思うよね。そうね、ね、なんですか、はい、そういう、ね、鳥肌ミノル弁当とかもありますからね。
そうですね、犬王さんにご興味のある方は Facebook で犬王人と検索していただいて、友達申請していただければよっぽどおかしい人じゃなければ、全然いいですよ、承認いただけるはずなので犬王人でご、はい、検索していただければと思います。ありがとうございます。ちょっとコメントもう一つ紹介します。はい、ちょっと待ってくださいね。黒戸川さん、桜木健一の兄が枕木健だという事実は誰も知らないっていう方、続いて黒戸川さん MC 不在就任式に行ったのかということで、続いて黒戸川さん就任式ソフトトランプかっこクズ野郎出てきた捜査 NHK ということで、あ、今ちょうどそうなのかな、今ちょうどそうです、多分そうです、2時頃って言ったから、はい、そろそろですね、よいしょ、どこまでもほっときましょう。はい、ということで、イリー K さん、あさってのガチ万円合戦はラビットと架空のクーデターがパワープレイです、よろしくお願いしますということで、ちなみにテーマは誰も知らないカナダということでやっておりますので、沖縄以外こんなこと誰もやってません。はい、続いて黒戸川さん、一世尾形もかっこよく老けてましたねということで、沈黙の予告編を見た感想でございました。最後黒戸川さん、4時間やってたのてか、ご出演の皆さんはこれからご帰宅という大仕事があるのかなと思うとお疲れ様ですということで、気を使っていただいてありがとうございました。はい、ということで今回もね、一体これ YouTube で何分割されて、何分割ですよ、あ、今日は安定してるよ、今回安定してる、だから切れてないの、あ、そっかそっか、変な事故起こってないでしょ、そうですね、YouTube、まあ事故起こるとさ YouTube 側です、 YouTube 側だということで、私たちのせいじゃないと、でございます。本当に今回皆さんありがとうございました。あのゲストの、あのお二人も本当にありがとうございました。カメラが今切れてる、うん、もう一つのカメラ切れてるっぽい、あ、もう切れてる、切れちゃった、これをつなげた方がいい一応ほら閉めるときに、 あ、そうかそうか、そうだよね、ごめんなさい、ちょっと待ってね、これ一応キックなカメラだったんでしょう、ね、そうです、はい、じゃあ最後、あの毎回菊村さんに一言いただいて、普通になんか、あ、置けない、あ、置きますよ、はい、どうぞ、あ、待って、ちょっと待ってよ、まあ、リュウジの顔が伏せてる、だから、はい、で最後に菊村さんの一言でいつも締めて終わるっていう方法なので、菊村さん、本当はこう、じゃあ最後にね、コメント一言いただいて、菊村終わりたいと思います、ここも出てますんで、どうぞ、静かになった、はい、あ、じゃあ私も、大きい声でお願いしますね、はい、私も、そうですね、なんかマイク拾う方向で見たい、見ます、映画何を、なんか面白そうなのがたくさんありましたので見るようにします。沈黙は、沈黙も見ます見ます映画興味あるんですということで、またまたねさよならありがとうございます。金曜キネマ鑑定。